日産新型セレナ VS トヨタボクシーどっちが買い？徹底比較444。安全装備比較。新型セレナの緊急自動ブレーキを作動できる安全装備は、現行型と同様のエマージェンシーブレーキだ。単眼カメラを使い、車両だけでなく歩行者も検知できる。ボクシーのトヨタセーフティセンス C、トヨタセーフティセンス C は、赤外線レーザーと単眼カメラを併用するが、歩行者の検知機能はない。したがって緊急自動ブレーキによる衝突回避の支援機能は、新型セレナが勝ると判断できる。この安全装備を応用したのが、進化した運転支援機能のプロパイロットだ。車間距離を自動制御できるクルーズコントロールの機能を備え、停車時まで含めて先行車に追従走行する。さらにハンドル操作の支援機能もあり、高速道路などでは車線を読み取って操舵力を与えるからドライバーの負担を軽減できる。トヨタセーフティセンス C に車間距離を自動制御するクルーズコントロールや操舵支援の機能はないので、この点ではセレナが進歩的だ。燃費&価格比較。新型セレナの売れ筋グレードは、マイルドタイプの S ハイブリッド。JC08 モード燃費が最も優れた仕様は、現行型は16クムルだが、新型では 17.2 クムルに向上する。ボクシーのノーマルエンジン車は16クムルだから、数値上は新型セレナが 8% 勝る。ただしボクシーには仙台プリウスに準じるハイブリッドを搭載した仕様もあり、この JC08 モード燃費は 23.8 クムル。本格的なハイブリッドを選べるのはボクシーのメリットだ。新型セレナの価格は販売店によると標準ボディで主力の X が248万9400円、ハイウェイスターが267万8400円になる。この2グレードにはエマージェンシーブレーキは標準装着されるが、プロパイロットは標準では備わらない。プロパイロットは現行型で言えばアドバンスドセーフティパッケージに組み込まれ、移動物の検知機能を備えたラウンドビューモニター、踏み間違い衝突防止アシストなどとセットでオプションになる。それでも標準装着したグレードが用意され、ハイウェイスタープロパイロットエディションは291万6000円だ。新型セレナではこのグレードが売れ筋になる。一方、ボクシーの価格は標準ボディで主力の X が248万73円7人乗り、オプションのトヨタセーフティセンス C 54000円を加えると253万4073円だ。新型セレナのハイウェイスターに相当するボクシー ZS は、トヨタセーフティセンス C を標準装着して273万9273円7人乗りになる。
新型セレナの価格は、ボクシーを意識して戦略的に安く抑えているが、プロパイロットを加えれば高めになる。新型セレナは軽油化化を見送ったので、基本的な機能ではボクシーに身を取り得するが、歩行者を検知する緊急自動ブレーキ、プロパイロット、ハッチゲートで優位性がある。これらの装備に対するニーズで、新型セレナの選択が決まるだろう。